はい、どうも、Bレジェンド影谷です。今回ご紹介したのはこちら。Bレジェンドマッチョカレーでございます。で、これね、先日ね、先着1万名様でプレゼントしていて、まあまあ、ちょっと、早々にもうなくなっちゃったんですけれども、まあ、販売を、してほしいというご要望をたくさんいただいてですね、まあ、多分、まあ、そうだろうかなとは思ってたんですけど、ということで、通常販売、することになりました。で、ただいま10月10日お昼12時からですね、販売スタートとなるんですけれども、まあ、値段の方が1つ、540円です、税込みで。で、3個以上まとめて買っていただいた方は1個500円になるので、まあそれもね、もし、ご希望であれば、まあ、まとめ買いしていただければいいんじゃないかなと思います。まあなんか毎日ボコボコ食べるっていうものでもないと思うので、まあいくつかね買っといてもらって、まあなんかの時に食べるっていう形でいいんじゃないかなと思います。もうね、食べていただいた方はご存知だと思うんですけれども、まあここに写真があるんですけど、これもあくまでイメージなんで、実際はもっとね、鶏肉がゴロゴロしてます。鶏肉ゴロゴロ、これはね、もう実際食べた人がみんな言ってくれてて、お肉めっちゃ入ってるねみたいな感じで言ってくれてて、喜んでもらってます。あと、まあ味はね、中辛、スパイシーな中辛って書いてあるんですけど、まあちょっとピリ辛ぐらいの感じかな。僕はあんまり辛いの苦手なんですけれども、まあまあ十分バクバク食べれてるんでね。あ、そうか、このマッチョカレーの食べてる動画もここにね、あげとければなと思います。はい。で、一袋 180g で、まあなんかレトルトになってます。で、タンパク質が一食あたり 31.7。これがでかいですね、トレーニーにはね。で、31.7。で、エネルギーが 254kcal、脂質が 8.1、炭水化物が 11.3 ということで、まあ脂質炭水化物、まあそのゼロに近づけれるかっていうとなかなかそうでもないんですけれども、だけどね、まあ普通のカレーと比べるとかなり脂質炭水化物量っていうのは、まあいいんじゃないかなと思います。トレーニー向けにね、開発したものなので、その名も B レジェンドマッチョカレーですからね。まあ美味しく食べていただけるんじゃないかなと思います。はい。ということで、ただいまよりね、こちら B レジェンドマッチョカレーの方、一般販売、通常販売も開始したいと思いますので、ぜひね、試してみていただければと思います。あと、まあ、お友達にプレゼントとかね、マッチョなお友達にプレゼントっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。あとね、このパッケージがね、中辛の文字で、この B レジェンドお兄さん消えちゃってるから、こう、一番見せないとダメな体の部分が消えてるでしょっていうご指摘とかね、コアラコアラスさんとかいただいたりしたんですけど、もうおっしゃる通りでね、なんか、まあ、今これまだできちゃってるんですけど、この辺ね、もし入れ替えて、ちょっと体見せるようなパッケージにしてもいいのかなっていうふうに考えたりしております。はい。ということで、今回は、ただいまより通常販売開始の B レジェンドマッチョカレーの紹介でした。ぜひ皆さん食べてみてください。グッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。